さあ打球は伸びていきますがどうだ、入ったルーキー岡本陽介からいきなりプロの洗礼浴びせる形は田村、ホームランが飛び出しました。しかし痛い洗礼ですよね。ですね、はい、第3号のホームラン。これでまた勉強したらいいんじゃないですか。ワンストライクの後、はい、余裕があればやっぱボールを掘るっていうかね、同じボールでもなかなか1回空振りしても空振りしてくれないっていうね。これ若干こうシュート回転に来てますからね。いや、もしかすればね、本当に岡本陽介とすればこれがプロのねバッターなのかと感じる、はい、